岐阜県のほぼ中央部に位置する下呂市マゼ。アユ釣りで有名なマゼ川が流れる豊かな自然に恵まれた町です。そんなマゼ川のほとりに立つのが、去年4月にオープンしたばかりの里山レストラン水辺。マゼ川を一望できるウッドデッキでも食事を楽しむことができます。マゼ川で育ったアマゴの塩焼きと甘露煮が一度に味わえる里山定食。地元の郷土料理のケイちゃんをお客が焼き上げるケイちゃん定食など、マゼを満喫できる料理が揃っています。水族市の方です。なかなかこういう卵とかって普段食べられる。そうやね、あまりこういう料理はないですね。甘露煮は美味しかったですね。里山レストランの特徴の一つが、店を切り盛りするのが全て地元の女性ということ。そのまとめ役が店長の山本さとみさんです。農家の主婦がやっているんですけれども、昔ながらのうちで出しているものをそのまま提供するっていう風ですので、すごい美味しいって言っていてくださるのが本当にありがたいです。この日、こんにちは。こんにちは。一人の男性が山本さんのもとを訪ねてきました。下呂市役所観光課の青木和秀さんです。マゼの地味噌、マゼの麦味噌を先日ブランド化されたんですが、そちらを使って新しいコラボ商品の数を増やしたいと。マゼのお隣、下呂市萩原町の人気カフェと組んで新たな商品を作ろうと提案に来たのです。山本さんたちが作るマゼで代々受け継がれてきた麦味噌を使ったスイーツです。実は青木さん、こうしてもともと接点のなかった地域の人たちを結びつけるなどして、山本さんたちを支援してきたのです。地域の小さなお店ですとか、住民の方ですとか、あと、地元の高校ですとか、そういったところが幅広くつながって、一部の観光事業者さんだけではなくて、地域の人みんなが、おもてなしをして、で地域の応援団を作っていくんだっていうような形に意識を変える一つのきっかけになるっていうふうには考えています。私たちの力だけではやっぱりこのマゼ地域を活性化するってことはやっぱ難しいので、自分たちの手ではやっぱり市の職員の方とかが交わって一緒になって地域を盛り上げてくださるので、とてもありがたく思ってます。10年前、およそ1500人いたマゼの人口は今やおよそ1200人に。そのうち65歳以上が4割近くと、少子高齢化も進んでいます。そうした中、マゼで主婦をしていた山本さんは、15年前から地元の女性グループとともに地元の特産品を販売する店を運営してきました。そして去年3月、事業拡大のため地元の観光協会や団体などと共同で株式会社を設立、里山レストランの運営をスタートしました。山本さんはなぜこうした活動を続けてきたのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。人口も減り、だんだんと今中学校もなくなりってことで衰退していく中で、やっぱり、地元のところ住んでいる皆さんが元気になって地域が発展していければいいなと思い、もう自分たちもやっぱり住んでいる以上は、ここに住んでいる以上は良くしていきたいなっていう思いから、地元のものを使ったりしてやっていこうかなっていうふうに思ってます。
野菜出してくださいって言うと喜んで出していただいたり、はい、あのなんか行事をあのやろうっていう思いの時には皆さんごあの協力していただいて、あの行事にはあの協力してもらってみんなと一緒にやっていけれますので、はい、皆さんあってのこういう町あの村づくりっていうかだと思います。再び里山レストラン、山本さんと話し合っていたのは下呂市にある真下西風高校の生徒たち。マゼを活性化させようとマゼガールと称してボランティア活動を行っています。味噌はチーズに合いますね。試食するのは麦味噌を使ったピザ。マゼガールが地元の特産品を使ったレシピを考案し、山本さんたちと共に試作を重ねてきたのです。マゼってあんまりアユとかそういうものばっかで、他の食べ物も一応トマトとかあるんですけど注目されてないので、いろんな食材を注目してもらいたいなと思って、こうやって味噌とかトマトを使ったものも開発しようと思いました。こうやって味噌を使ったピザが、まあ、拠点となって広がっていったらいいなと思います。麦味噌のピザは今後里山レストランで提供する計画です。高校生の子が、交わってこういういろいろな活動をしてもらうことで、その子たちが大人になった時に地域のことを考えてくれたらいいなと思って、そんな思いで一緒に活動してます。お店があのますますこれから皆さんに来ていただけるように、あの私たちも精一杯あの頑張ったり、あとは地元の人たちにご協力していただきながら野菜とか出してもらったりして、あの長く続けていけれたらいいと思いますので、また皆さんいろいろとご協力していただきたいと思ってます。地方の山あいの集落は若い人々が仕事や便利な生活を求めて都市へと流出し、人口の高齢化が急速に進んでいます。限界集落と呼ばれる地域は人口の5割以上が65歳以上の高齢者となり、社会的な共同生活の維持が困難となっています。ご覧いただいた山本店長は自分たちで何ができるか考え、地元の素材を大切にレストラン経営に乗り出しました。その素朴な味わいはとても美味しいと好評です。料理が美味しいだけでなく、主婦が中心となって市の職員や地元の高校生など地域の人々の協力を得て一丸となって活性化に取り組んできたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。